サトウキビ畑などで知られる歌手、森山良子さんとはどのような方なのでしょうか。息子は森山直太朗さんですが、娘の森山奈穂さんや夫の現在は、また、娘の結婚や旦那子供、資格や血液型、経歴などウィキプロフィールとともに調べてみました。森山良子さんのプロフィール、名前、森山良子、森山良子、出身地東京都、生年月日、1948年1月18日、年齢、69歳、執筆時、血液型、B 型、学歴成城学園高等学校卒業。現職歌手、所属事務所エンジェルソング、レーベル、ドリーミュージック、森山良子さんは1948年東京都生まれ。父親は日系二世のジャズトランペッター森山久志さん、母親は元ジャズシンガーの浅田陽子さん、いとこがミュージシャンの釜谷津博さんという音楽一家でした。高校時代に先輩の黒沢久夫さん、黒沢明監督の長男、兼、黒沢プロダクション代表に手渡されたジョーン・バエズのレコードがきっかけで友人らとフォークグループを結成。1967年に黒沢プロダクション所属の歌手として、この広いの原いっぱいでデビューを果たします。なお、このデビューは、森山良子さんの歌声をたびたび聞く機会のあった黒沢明監督の意向によるものだったのだそうです。1969年に紅白歌合戦に初出場を果たし、以後合計10回の出場歴があります。以後も数多くのヒット曲を生み出し、長曹操の作詞、サトウキビ畑などは特に有名です。また、ソロ活動と並行して、2010年には矢野顕子さんとユニット、ヤモリを結成。さらに1985年の TBS 系金曜の妻たちへさんでドラマ初出演以降、数多くのドラマ、映画に出演するなど、幅広く活躍しています。森山良子さんの最初の結婚。森山良子さんは2度の結婚歴があり、2度とも離婚しています。最初の結婚相手は静岡県出身の上智大学の学生で、歌手、森山良子さんのファンだった男性でした。1971年にハワイで挙式し、同年、第一子となる長女、奈穂さんを出産しますが、75年に離婚。親権は森山良子さんが持つこととなりました。この元の男性は、静岡県浜松の鉄工所の跡取り息子で、現在は代表をなさっているとのことです。離婚理由についてですが、次のようなことが言われています。A は、実家が地元、浜松で鉄工所を営む、いわゆる跡取り息子。社長を務める父親は自らは軽自動車に乗りながら、息子にはスカイライン 2000GT、トヨタ 2000GT、フェアレディ Z などスポーツカーを次々に買い与えていた。典型的なボンボンだったのだ。いつまでも大人になりきれない夫に愛想を尽かしたんです。A はあまりにもわがままで独占欲が強かった女性指揮者。あくまで週刊誌の報道であり、真相は定かではありませんが、いずれにせよ、いわゆる、性格の不一致が離婚の原因と考えられそうです。森山良子さんの再婚。森山良子さんは最初の離婚からわずか半年後に、音楽プロデューサーの相良直嗣さんと再婚します。相良直嗣さんは、18歳の時にナイトクラブでジャズ歌手、ジェームス・タキとしてのキャリアをスタートさせます。22歳の時、横田俊明とリオ・フラウテーストのソロボーカリストとして参加し、その後、キングレコードよりソロデビューするなど、ミュージシャンとして活躍。一時期は森山良子さんのバンドの世話や裏方仕事など、マネージャー的役割を務めていたこともあったようです。現在も現役ミュージシャンとして、70年代のジャズやポップスを中心に、ライブハウス等で活動を続けています。森山良子さんと相良直嗣さんの間には、
再婚した翌76年4月23日に、森山良子さんにとっては第二子となる長男、森山直太朗さんが誕生しています。ただ、その後再び離婚してしまいます。なお、相良直嗣さんは、自身のライブを息子、直太朗さんの誕生日に合わせてライブを行い、そのことを MC で、今日は特別な日、と報告するくらいの森山直太朗ファンなのだそうです。森山良子さんの娘、森山良子さんの娘の森山奈穂さんは、森山良子さんの最初の夫との間の子供で、森山直太朗さんは異父弟にあたります。森山奈穂さんは1971年東京と生まれ、ウクレレコーラスデュオ、ペティブーカ、1999年から2005年まで在籍。また、ソロシンガーとしては中島みゆきさんの元気ですかに、奈穂、名義で参加するなど、ミュージシャンとしてキャリアをスタートさせます。その一方で、森山直太朗さんの共同作詞者として知られる詩人、御徒町だこさんの劇団だこの箱、スカイトボックスの立ち上げに参加し、演出助手を務めるなど、多彩な才能を発揮します。娘、森山奈穂さんの旦那は小木弘明さん。森山奈穂さんの旦那は小木矢作の小木弘明さんです。馴れ初めはお笑い芸人のまちゃまちゃさんの紹介で、森山奈穂さんがファンだった小木弘明さんと知り合ったことから。6年間の交際を経て2006年10月に結婚し、2009年1月23日に第一子となる女児を出産します。現在は音楽活動は引退し、異父弟の森山直太朗さんのマネージャーをなさっているとのことです。森山良子さんの自宅、森山良子さんの自宅についてですが、2017年3月に、祖神の一等地に地上2階地下1階の白亜の大豪邸が完成したことが報じられました。この大豪邸は、森山良子さんと森山奈穂さん小木弘明さんの娘夫婦の2世帯住宅で、すでに同居を開始しているとのことです。同居については、奈穂さん小木弘明さん夫婦が提案したことだそうです。独り身で高齢の母親と一緒に住んで面倒を見たい。と奈穂さんが切り出し、小木弘明さんも快諾したことから、同居の運びになったのだとか。大豪邸は森山良子さんが建てたものでしたが、その際に小木弘明さんも1億円ほど出したのだそうです。なお、当初、報道では建築費用は3億円ほどと報じられましたが、その後小木弘明さんは自身のラジオ番組で報道を否定。実際にはそれ以上であるかのような口ぶりだったようです。もちろん、小木弘明さんのキャラというか芸風もあるので、実際のところは不明ですが、1億円を出した、という点については事実と認めているようです。小木弘明さんもそうですが、森山良子さんがとてつもないお金持ちであることがよくわかるエピソードです。止めるものはますます富む、ということでしょうか。森山良子さんの自宅の場所は、なお、森山良子さんの自宅の住所についてですが、かつては森山直太朗さんまでの親子3代、代々木上原に住んでいたようです。その縁で、森山直太朗さんはかつて、代々木上原ウォーカーの表紙を飾ったこともあるそうです。現在は、都内の一等地の大豪邸に引っ越されたということですが、住所は特に公表されていないみたいですね。ただ、都内の一等地ということから、世田谷区成城あたりではないか、と噂されているようです。小木弘明さんは以前、成城に住んでいたことをテレビ番組で明かしており、また森山奈穂さん、森山良子さんともに成城学園高等学校を卒業なさっていることから、縁のある土地ということで、可能性は十分にありそうです。以上、森山良子さんについてでした。